茜陣営の一問一答、はい、スタートーモーニング娘。のメンバー一人の写真集を作るなら誰を撮る？めいちゃん。おお、終わり。ありがとうございます。めいちゃんは私がやりたいのが一個あって、うん、もうパッツンでストレートにさせて、うん、いいね、赤い着物を着せて赤いリップを塗らせたいの。いい、ね、なんかこうお人形さんみたいな、ね、日本人形みたいな感じの、ね、お人形さんみたいだもんね。そう、色マジで白いし、お人形さんみたいだから、うん、ちょっとその写真を撮りたくって、うん、ちょっといや、それだけのためにちょっと写真集作りたいですね。あとすっごい濃いメイクとかしたいよね。じゃあしてみたい。めっちゃしたい。誰に似てるって言ってたんだっけ、うん、ブラックピンクのジェニスちゃんにすごい似てると思う、うん、メイク濃くしたら。あ、似せやすいと思って。確かに、うん、ってことは濃いメイクが似合うね、うん、メイは。確かに、めっちゃバッキバキのやつとかいつかやってみたいですね。やってみたいね。メイちゃん作りたいです、写真集、うん、じゃあ次さそう。ちーちゃん、はい、アスパラガス。アスパラガスです。そう、春だもんね。メイクってとても楽しい。いや、ほんとめいちゃんはかっこいいよ、うんうん、頑張ります、これからも、うん、いや、ほんと将来さ、うん、私はもうこれね、もうずっとめいちゃんが加入した時から言ってるんだけど、うん、将来お姉さんになって、うん、こう20超えたぐらいの時に、うん、本当になんかおしゃれなメイクをして、うん、して写真を撮りたい、私が、うん、なるほどね。あかりちんに撮ってもらおうかな。あかりちんはめいちゃんを、はい、日本人形みたいに仕立て上げたくって。おお、あ、そっちなんだ。また違うな。そう、パッツンパッツン、もう前髪もパッツン、うん、後ろ髪もパッツンにして、黒髪のままで下ろして赤い着物を着させて、赤いリップを塗って、はい、もう日本人形感満載なメイクを私はしたいから、うんうん、プロデュースで一緒に写真集でも作りますか。うわ、売りましょう。私はそのページ担当、うん、で、私私がずっと想像してるのは、うん、ブラックピンクのジェニーちゃんに、似てるなってずっと最初から思っていて、うんうん、そのなんかそういう感じのちょっとおしゃれな感じのメイクで、うん、なんかスタイリッシュな感じのお洋服でいるメイちゃんを将来ね、うん、見たいなって。でもさ、メイちゃんさ、はい、メイクってとても楽しい。好きっていうところからさ、なんかメイク好きになったりしたらさ、なんかちょっと変わりそうなのよ、うん、ね。しかもめいちゃんなんてさ、うん、カラーメイク多分相当似合うし、ね、めっちゃ似合う、うん、そうなんですね。エリはこれは個人的なあれだから、全然これ聞いてくれてる人がいつか叶えてくれればいいなと思うんだけど、エリはいつかめいちゃんのソロの表紙の総演が見たい。わかる、めっちゃわかる。そう、なんか個性派メイクみたいな、なんかモーニング娘。に確かに総演さん出させてもらった時にすごいなんか、はい、個性的な感じなんだなと思って、うん、全員に出させてもらったのも嬉しいけど、でもソロのめいちゃんの表紙の総演が見たい、絶対いいね。なんか今まで、モーニング娘。興味なかったファンの人が絶対ついてくれる、うん、で、勝手に思ってる。嬉しい。総演の人が叶えてくれるかどうかは知らんけど、嬉しい。知らんけど、エリは勝手に総演の表紙はめいちゃんでってお願いしたい。総演のスタッフだったらお願いしたい。そうですか。うん、めっちゃ似合う。てか、そういうなんかモデルさんのちょっとさ、気だるいポーズみたいなのをめいちゃんにいつかやってほしいな。ね、わかる。ナイロンとかも絶対似合うよ。なんかちょっとかっこいいめの、その濃いメイクとか。めいちゃんって多分、自分的には薄メイクだと思うけど、濃いメイクめちゃくちゃ似合う。濃いのも似合うし、大人っぽいのもめっちゃ似合う。そうなんですか。うん、じゃあいろいろやってみようかなって思います。これは思ってないですね。バレちゃった。思ってなかったですね。まあまあまあ、数年後とかね、はい、興味出たら、はい、ね、やってみるのがいいよ。やりたいと思います。今のめいちゃんは今のめいちゃんのままで、うん、とっても可愛いので。可愛いよ。ありがとうございます。そのままが一番だよ。うん、あ、そうします。それではここで今日の2曲目です。はい、モーニング娘。で、レイハンター。